あ、これもタオルでいくんや。タオルでいくんです。これも指は一切使わないです。で、僕は基本縦でやらせてもらって、呼吸せえへんとかどうだこうだ。あ、なんかまあ聞いたことある。そう。だから僕このちっちゃいのが一番いいなと思って。うん、どうもワンちゃんです。そして、ゆうきです。つるです。はい、お願いします。お願いします。このキャッチャーミントね、何個か持ってきてもらったんですけど、コメントでお手入れやってほしいってコメントが来てたそうで、お手入れを取っていこうかなと思ってます。はい、意外と YouTube を見ると、はい、キャッチャー道具のお手入れって思うのみたいな。でもまずキャッチャーの動画はまず少ない。今日は多分2人ともやり方が違うはずやし、お互い知らないですよね。分からないっていうのがあるんで、まあちょっと2人のお手入れを取っていきたいと思います。わかりました。お願いします。お願いします。よかったら参考にしてみてください。はい、はい。よく使ってるのこれなんで、だこれ、はい、試合終わって使いました。まずブラシ、ブラシで汚れを、ね、そうですね、はい、はい、でまあ落とします、はい、次にこれはあの汚れ落とし、汚れ落とし、うん、まあまあそうやけど、そうですね。あとはもう丁寧に丁寧に丁寧に。これちなみにあの、うん、やる場所って決まってる？あ、基本親指かな。こうやってはめて親指してで、キャッチャーミットって、うん、使ったら磨く？うん、あ、そうだね、試合終わり、うん、違う、少量やね、少量。こんな感じ。すげえ、めっちゃオイルシュー石油の、そうやね、するな。だからもう換気がいいところで、確かに。いや、ほんと、まあ、ざっくりね、ざっくりね、うん、これはまあ全体的に丁寧にやるって感じ、はい、裏も、うん、裏も背面も、うん、裏はまあこの辺とかかな、基本は。この辺汚れるから、土がつくところ、そう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 、なるほど。まあこれとりあえず全部やったとして、はい、で次に外側のツヤ出しを、はい、またボルタンさんだよ。あったタオル変えるんですか？タオル変えます。でまあこの辺とかをとりあえず、ここはもう薄く、広く、うんうんうん、でまあとりあえず今とりあえずテクトやけど、まあ、全体わーってつけていく感じ、はい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 、うん、かな。これはもう見栄えと質を、まあ、キープするためのやつやと思うから、うんうん、そこまでなんかしっとりゆっくりゴシゴシって感じだよね。ここまでもうペペペってつけるような感じで、うんうんうん、こっから僕はちょっと枝分かれして、次にこのグローブをいつ使うかによって分けてます。はいはいはい。で基本は草野球の人は週1じゃないですか、うん、週1やと畠山のワックスとウィルソンのキープコンディショニングオイル変えてるんですけど、はいはいはい、この2つを使ってますね。おー、週1の場合、週1の場合土曜やって日曜日使うってなった場合はスラッガー、スラッガー、うん、スラッガーの、これもあの滑り止め、ボールの滑り止めとツヤ出し入ってるんやけど、効能的に言うとこれは一緒なんですよ。こっちも滑り止めやし、こっちも滑り止めでツヤ出しやねんけど、こっちはやっぱちょっとベタベタしちゃう、ひねじかけてゆっくり浸透していってくださいっていう使い方をしてるんよ。でこっちは畠山に比べたらめちゃめちゃサラサラしてるから、翌日でもすぐに使える。またあのベタベタ感が、まあ、ピッチャーの人気になる人多分結構いてはると思うから、うん、そこを、まあ、懸念してというか気づこうて分けて使ってるって感じですね、うん、で今回は、まあ、来週使うから、まあ、滑り止めと補給、あの滑り止めやからもう補給面だけ、うんうん、あ、これもタオルでいくんや。タオルでいくっす。これも指は一切使わないです。俺手でいってたな、これ使ってる時。ああ、そうそうそう、すっげー。多分浸透ね、人の体温とかでなんか振動しやすいとかっていうのは、うん、あれは多分ほんまにそうやと思うけど、うん、綺麗になってきて、はいはいはい、で補給面はこれで、あと形状とかキープするためのだけはこっち、他のウェブとか、まあ普段補給面以外をこいつで、じゃあ補給面だけワックス、うん、ワックス、それ以外はこの振動、そうですね。じゃあやっぱ手入れする時にもやっぱピッチャーのことを考えてるってことですね、うん、一応正直その畠山のワックスとかは野手でもちょっと気になる。あ、そう、あの塗りすぎてる人は、はい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 、完全に塗った、あるね、ネチャネチャっとしたやつね、あるある。それでもピッチャーの人はもっと敏感かもしれない、うんうんうん、そういうのも気を使いながら、そうですね、やってると、そうそうそう、で終わりです。あとはまあ乾燥させたりとか、
っていうのが、まあ、うん、ある程度基本のお手入れ方法。もうずっとそんな感じ。これがツル流、俺流、ツル流ミッドのミッドお手入れ。そうですね、ありがとうございます。ワンチャンネル、はい、じゃあ続いて植木いきましょう。お願いします。お願いします。道具も今日持ってきてないんですけど、うん、ブラシで、その後に僕はその汚れ落としちょっと持ってきてないんですけど、うん、あの SSK のあのカンカン、でっかいカンカン買っておきます。そうそうそう、あれはどんだけ金かけずにやるかっていうか、でいろいろな汚れ落とし試してきて、その SSK のあのカンカンが一番、その汚れに対しては一番フィットしてたんで、あれ使わせてもらって、で、まあやり方は基本は汚れ落としはタオルでまあ拭いていくと強くやりすぎると色も飛んでいくんで、まあ、強くせんでもまあ落ちるん で裏は僕しないんです、汚れ落としは基本、あの布でパーってやって、まあ、ブラシもやるんですけど、空拭きしてある程度取っておしまい、裏は、うん、次に、補給面。補給面は僕もこれ一択です。人気なんやな。これはもう中学校の時からずっと変わらず、あ、基本補給面、まあもちろんのみでやるんですけど、僕の場合は、うん、手で4本の指でパーって 1,2,3,4 これぐらいです。決まってるんや。そうです。で、これを補給面にビューって薄く伸ばしていって、うん、で、これまあ、1、2、3、基本4回ぐらいやって、もう結構こう、大雑把というか細かくっていうよりは、全面にこう、ふんふんって。そうですね、なんか縫いすぎて重くなったりとか、しっとりしすぎるのが嫌なんで、うん、僕基本皮いった感じのが好きなんで、それでもね、皮には栄養を与えなあかんので、まあ、畑山特有のネチャネチャ感でしょかな。で、ここに関しては、僕はもうこの後終わったら、もうタオル挟んで、もうパーッとやりますと。タオル挟む？タオル挟む、ここにバーッと。へー、いらんやつを吸い取るようにどう？はい、このベトベト感が僕も嫌いなんで、あー、消したいんで、もうそこに全部タオルシステム。もうほんま最小限のグリップ力でいい。はい、特にキャッチャーミットはピッチャー絶対次ボール取るからな。そう、基本あの乾いた音っていうか、うん、そのなんかあんまりしっとりしたジメッとした音よりも、パーンと高い音を出したいんで、残さないっていうのが、うんうん、自分の考えというか、必要な分だけってことね。そう、うん、でまあ補給面こうやって、まあ、終わりました、うん、裏側なんですけど、僕の場合2種類使ってます、で一番使ってるのは保湿系、はいはい、で裏もいね。そうです。ただ僕そのこれも保湿がすごいんで、うん、あんまり使いません。試合数によってなんですよ。僕基本10試合ぐらいに1回するぐらいのペースなんです。あんまり2ヶ月に1回ぐらいか。そうですね。じゃないとなんかずっと保湿されてるのが僕気持ち悪くて。で僕は基本手でやらせてもらって。すごい。手派かタオル派か。そうですね。で手でもう薄くバーっと、これもバーっと。でこれグラフォイさんって浸透性半端ないんで、うんうんうん、だから1回こうやるだけでめちゃくちゃもう全部ぬるぬるしてるぐらいの感じなんで、なんか薄くこうバーッと浸透させていくんや。そうっす。確かに裏もいってすごいな。もうここもうこうなってるんで、ちょっとベタベタ感なくなれるんだよね。で、まあ、このベタベタ感がなくなるんで、なんかこれを薄くほんまにバまあ、基本潤いに関してはこれ多分結構すごいんで、うん、キープ特化してるみたいな感じだな。でキープできるじゃないですか、うんうん、これは潤いキープできる。多分すごいです。ほんまにちょっとのがいいですよ。親戚のおばみたいな。ちょっとちょうだい。僕はもう一個っていうのはラナパーさん、ちっちゃいやつなんですけど、これだけで多分5、6年ぐらい持つんです、うんうん、っていうのが持つかな。僕はね、まあ、結構大きいタイプとちっちゃいタイプがあって、結構まあ数年前にめちゃくちゃ流行ったよな。そう、やっぱ皮があんまり呼吸せえへんとかどうだこうだ、うん、あ、なんかまあ聞いたことあるな。そうだから僕このちっちゃいのが一番いいなと思って、うん、でちっちゃいのはで、これもこれだけ塗って、これだけパッて塗って、もうこうあーってやるだけです。あんまり塗りすぎても多分良くないんだろうなと思いながら、でも勉強したとかじゃなくて自分の感覚ですね。もうここだけでもこんなっちゃうんで、バーッと。確かに。じゃあラナパーも背面だけ？背面だけです。ラナパーはもっと頻度低いです。1年に1回やるか、半年に1回ぐらいしかやらないです。だからこれを毎回手入れやってしまうとあんま良くないんかなと思いながら、うん、で最後に僕はもう一回この裏側はあの柔らかいブラシと
なんかあの市販のなんかキュッキュッするやつ、あのあクロス、クロス、クロファイバーみたいなのシャーッとこして、うん、完成です、はい、なるほど、ありがとうございます。パンチャンネル皆さんどうでしょうか。なんか多分似てるお手入れ方法ある人もおれば参考になったという人もおると思うんで、よかったら参考にしてみてください。逆に知りたいけどな、他にどあのあどういうどういうのを使ってどういうことを意識してやってるのかっていうのは知ってみたいのもあるけど、まあやり方とか、やり方とか、まあ塗らんっていう人もおるかもしれない。おると思う。ピッチャーのこと考えてとか、うんうんうん、ちょっとぜひコメント欄にお願いします。じゃあ今回はキャッチャーミットのお手入れの動画でした。はい。いやお二人ありがとうございました。ありがとうございました。Thank you, ワンチャンネル。